予定外です蔦谷さんがどうしても ビデオ撮りたいからやれと言うんですね。だから今日中京こういう形でやります、どうかご勘弁なほど。普通は僕ずっと全国回って、そんなにここで大きくやらんでもいいじゃないかなと思ってたらそうはいかんということで、今までやった喋ったことを少しおさらいもしてくれと。注文だけは一人前容器入ってるんですよこれ。だからそういう意味で、精一杯喋りたいと思います。今日は去年僕104回ですよ。ということは1週間に3回喋るわけよ。こんな声になっちゃってね。えもう本当ならもっといい声だったね。ホテルの子がいたら分かっとる。いい声だった。ここでだんだんこんな声で今日までに直せって西澤さん言ったけど、そう簡単に直らんわこれねえ。100回越して全国にいろんな人が増えて礼来いって言っていただいた。今日なんか最初に言ってきます。沖縄から宮崎から言い出したらキリがないこれ。九州、四国、広島、ね、神戸、大阪、京都、全部言わなきゃんこれ。すごい人ばっか来ていただいてありがとうございました。本当にこんなすごいことになると思っていなかったわけですが、名古屋ターミナルの問題じゃなくて今世の中に起きている問題に提起することになっているからこんなにたくさんあちこちから来ていただけたと思っております。おかしいですね世の中。気がつかないうちにどっか方向が違っては大変ですから、そういう意味でしっかり自分の周辺を見ていく必要があるじゃないか。それがたまたま名古屋ターミナルの一つの歴史と動きの中にそれを感じることができたら嬉しいなと、そんな思いで喋っていきます。終わりに実は名古屋ターミナルの5年前の子がたくさん来ています。せっかくですから僕だけじゃなくて顔見ていただきたい。元気に働いてる、そしていい声で歌も歌ってくれます。後ほど僕より期待してください。名古屋ターミナルの話ちょっと入っていきます。昭和49年11月28日に名古屋駅に実は名古屋ターミナルホテルとして出来上がったんです。国鉄の時代ターミナルホテルは1号ですね。僕の記憶では大阪や東京じゃなくて名古屋に一番最初にホテルを作ろうかと言って駅にできたわけですね。すごい評判と当時地元の新聞はすごく書き立てていただいた。中部の新しい顔、中京の新しい顔だという言い方をするぐらいブワーッと乗したわけですね。嬉しかったですよこれが。それがずっと来るといいんですけど、皆さん方の会社と一緒よ。必ずいい時もあるけど悪い時もあるんだこれね。今日はそういうふうに聞いていてください。ずっといいことばっかだな、こんなことやらんでもいい。きっと日陰も来る、雨も降る、こんなに雪が降ったことがないって雪も降る、そんなことを今日話していこうかと思っている。平成12年には債務超過でした。資本金が7億5000万のところに8億の借金ができてしまって、万歳ってグリコですよ、万歳です。どうしてこれをやっていくのかということが一つの私ともに課せられた課題でした。